ノーサンバーランドはイングランドのテンレカウンティ及び単一自治体。ノーサンバーランド州とも呼ばれる。イングランドの北東端、スコットランド国境地方に位置する。北はスコットランドのスコティッシュボーダーズで、東は北海に面する。西でカンブリア、南でダラム、南東でタインワンドをアと隣接する。1974年以降、州都はモーペスであるが、 アニックも州都に名乗りを上げている。古くからこの地をめぐってスコットランドとイングランドが争ったため、城が多い。開発を免れたことで景観が維持された州内の荒野は現在は国立公園として保護されている。人口密度は1平方キロメートルにつき62人でイングランドで最も低い。この地域はかつてローマ帝国の一部であった。 その後、アングル人などがバーニシア王国を建てると、その中心地になった。バーニシア王国は後にデイアラ王国と統一し、ノーサンブリアとなった。また、ノーサンバーランドはイングランドにおけるキリスト教のゆりかごとも呼ばれる。これは、7世紀のリンディスファーン島に、リンディスファーン修道院が創建され、キリスト教が開花したことに由来する。 ノーサンバーランドは、領土をめぐるイングランドとスコットランドの争いの舞台となった。そのため、イングランドの中でも多くの城が建設された。代表的な城郭として、アニック、バンバラ、ダンスタンバラ、ワークワースなどが挙げられる。ノーサンバーランドとは引くことばんく。2013年3月29日閲覧。ありがとうございます。